今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はふるさと納税でいただきました、生ウニ SUV ですね。ちょっともうこれ今読んでたのですいません、非常に眠たいです。塩水ウニ、ご飯は、これちょっとタイタンですね、ミルキークイーンやな、で炊きたてのご飯と、生ウニですね。最高ですねこれね。あの塩水に使ってるから新鮮なんですよね。あのだから、何やったっけ、あのウニって溶けないように、なんか薬品入れるんですよね。あの薬品の匂いが結構するんですけども、塩水につけてあるとその、薬品を使わなくていいから、薬品の匂いがしない、本当のウニの味が楽しめるという感じですね。で韓国のりがあったので韓国のりといただきました。まあまあね、あのまあ美味しいんですけど、まあウニだけで、食べるとウニの味がよくわかる。まあでもね、海苔も乗せると美味しいんですよね。ということで醤油もちょこっといて、まあ塩の方がほんまねわかるんですけど、うわマヨネーズかけたんやこの時。そうそう、マヨネーズ結構うまかったんやな。これがマヨネーズ万能ですね。これ何にも言われんと、あの目隠しでマヨネーズかけたウニ食べると多分なんかね、うわすごいクリーミーで美味しいとか言ってそうな気がするんですが、でちょっとご飯が、足りなかった、ご飯というかお腹がまだ減ってたので、お茶漬けいたします。このあの細かいあのお茶漬け海苔好きなのでよく買います。でこれにわさびとお茶をかけて、海苔茶漬けでございますね。なんか長谷園のやつだとね、ちょっと塩辛すぎて、塩分取りすぎなんですよね。これぐらいがちょうどいいのでございます。で、あれか、岩下の新生姜買ってきたんですね。これ美味しいっすよね。これでお茶漬けするのほんまに好きなんですけど、茄子のぬか漬けとかもね本当に美味しいんですけど、岩下の新生姜大好きでございます。ということで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただくとありがたいのでポチッと押しといてくださいませ。それではまた7時にお会いいたしましょう。ありがとうございます。ちょっと眠たいので僕も寝ます。それじゃあまた明日です。